よし、やっていきましょう。馬のプリンス様。前回はライバルが出てきたところからだったね。次、スタート。いいね。馬のプリンス様。第何話やったかな？第9話までいってんだ。へぇ、宿命のライバル。あのイケメンバー一体何だったのか。ユーマと彼は互いを知っているようだったし、何か因縁でもある様子だった。兄弟？いとこ？友達？異母兄弟？おじさんにどこの馬の骨なのか聞けばいいだけのことだ、おじさんにどこの馬の骨なのか聞けばいいだけのことだったのだが、ちょっとうまいこと言おうとしてるね。ダメよ、そういうのね。うん。あんまりそういうことしちゃダメよ。わかった？ゴリコ。ただ私は気になってしょうがなかった。そう、イケメンだから。だよね。結構やんちゃなタイプ？ちょっとこう、不良チックな男の子、いいよね。イケメンだと誰でも気になる。別にユーマじゃなくても。私、本当にユーマじゃなくてもいいの？揺れ動いとるかな。もう完全に、何、馬を恋愛対象として見始めとるかな、こいつ。こんにちは。よう。で、この間の気が治ってないんですか？全治1ヶ月でな。お大事にしてください。それでな、トレーニングに付き合えんから、知り合いに頼んだんよ。でな、そこで、付き添いで行ってくれんか。あ、はい、いいですよ。こんな負傷者の願いを無限にできないわ。だよね。全身ぐるぐる。全身ぐるぐるなのに、ほっぺたのあれだね。ぐるぐるは、普通にあるんだね。包帯の上から。あ、どうしたの？この穴をしょんぼりしてるけど。なんか深刻な顔してるわね。どうしたの？いや、なんでもないよ。なんでもないよ、ね。なんか、ある時だよね。なんでもないよっていう時。本当になんでもなかったら、なんて言うんだろうね。あれ、本当になんでもない時。まあ、どどめや。はい、次。じゃあ、早速行こうか。お？場所変わってる。お城がある。めっちゃあれ果ててるし、雷もすごい。どこだろう？着いたみたいだね。あ、そうかそうか。別の練習場みたいなところね。ここで合ってるのかしら？牧場とは思えないのだけど、だよね。牧場ではないよね。お、お前らか。遠征に来た奴らは。げ、またおじさんそっくりなのが現れたわ。あ、はい。プリンス牧場から参りました。本日はよろしくお願いします。ふん。兄貴どうしてもって言うから強化したんだ。極人扱いはせんよ。はっは、態度悪いわね。こいつもクローンのくせに。クローン説な、もうクローンで行くんだね。よくものこのこと現れたもんだな。龍馬。イケメンやな。これ二人並べるとイケメン。へー。いいね。この龍馬の、よう見たら目のこう下の、なんていうのかな。左目の下のちょんちょんのところが、すごいいいよね。セクシーでね。はい。あ、この間のイケメン。俺様のトレーニング方法を盗みに来たか。そこまで切羽詰まってるとはな。違う。今回は仕方なく、なんか因縁がありそうな雰囲気ね。まあいいさ。俺様のトレーニング比べればお前がやってきたことなんて、ぬるま湯以下だからな。俺はトレーニング向けて一生懸命、レースに向けて一生懸命トレーニングやってきたんで。だよね。まあ、めちゃくちゃ、何？ランニングマシン壊してたし、めちゃくちゃ頑張ったよね。海行ってサーフィンしたりとか。工事とか波乗るトレーニングとすればね。ほう。そこまで言うんなら俺のトレーニング味わうがいい。どんなトレーニングしてるんだろうね。貴様なんて10秒と耐えられずに尻尾を巻いて帰っちまうだろうがな。なんだと？やってやるさ。おじさんなんでこんなところに頼んだんだろう。だよね。というわけで、後ろで龍馬が見守りつつミッションスタートと。どんなミッションかな？ちょっと押してみようか。お、なんかターゲットみたいなのがある。押せよ。はい。おわお。すげえ危ないことしてるんですけど。掴み損ねたら、まあ、そうね。はえー。後ろの投げてる龍馬もすごいよね。行くよ。はい。投げる、受け止める、割る。何のトレーニングだよ、これ。確かに10秒と持たずに死ぬ恐れがあるね。あ、鼻水がやばい。とりあえず、やる気が 27% だからトークしようか。もし、俺がいなくなったらどうする？ A、泣いちゃう。B、新しい馬を探す。C、帰りを待つよ。これは確実に C だね。俺には分かった。今までもこれ答えまくってるけど分かる。B は絶対にダメ。普通にネガティブになっちゃうし、A は、A かな。
やし、こういうこうけなげなところをたまには見せないとね、ゴリコも。はい。よし、オッケー、エクセレント。いいじゃない。次、トーク。隕石が降ってきても俺が受け止めてやる。A、かっこいい。B、無理だよ。C、大きさによるかな。まあ、無理だよ。なんかもう普通にね、B がダメだよね。で、A がかっこいい。C、大きさによるかな。かっこいい。ただのグッドかな。C、現実的なところ行くな。C かな、C。こういう現実性をちゃんとね、見据える。こういう風にやっぱりこう、彼氏がね、こう、人間なのか何なのかあやふやな存在だからこそ、彼女はしっかりしないとダメ。し、なんだよ、それ。お前無理とか言うなよ。今現在同じようなことしてんじゃねえか、トレーニング。これ。なんだよ、お前。隕石ぐらいいけるだろう。大きさによれ。小さい大きさぐらいだったらいけそうやんね。嵐の予感がする。A、なんか楽しそう。B、天気予報は晴れよ。C、飛ばされる。A だね。こういう無邪気な、あれは素敵だな、みたいな、そういう感じ。A。よし！まあ、いいじゃない、いいじゃない。ということで、73% か。ちょっと演出変わるかもね。押すよ。はい。トレーニングをする余裕が出始めてる。すごい。やるじゃん。って感じかな。はあ、お前にこれ受け止められるか。とりゃ、こんなのどうってことない。すごいな、こいつら。という、投げとる方もすごいし、割っとる方もすごいよね。これ何のトレーニングなんだろうね。どこを鍛えとんやろうね。これ競争に必要な筋肉鍛っとんかいな。という感じで、とりあえず上のゲージをためんことには話進まんし、トーク追加まで30分かかるでしょ？ってことは、また数日後かな？うん。というわけで、じゃね！ただいま！ということでね、上見てよ、ゲージ頑張ったよ。今日もう丸一日ぐらい。ダラダラしつつやね。本当に一生懸命コーン入れてやったら多分30分ぐらいで、多分広告とか使って、上のゲージは貯められると思うけど、ダラダラしつつ1日ぐらいで貯めたということで、どうしようかな。これ押して、見て、これ 100% の時のこれ。100% の力の曰くだけ見て。すごいんだよ、こいつ。やばいよね。もう競馬とかそういうレベルで生きていい馬じゃないよね、こいつは。もっといろんなことができるはず。馬キとかの世界に。史上最強トーナメントに出ていいはず、これは。ということで、ラスト近いぞ。そうだね。上もラスト近いし、いつもこれトークとかをちょっとしたりするけども、今回も普通に行こうか、このまんま。行くよ、行け！全部連打。行けるかな？足らん？もしかして。足らんかな？ちょっと足らんな。行けそう？ちょっと押したらいけそうやね。あと2、3個で行ける多分。これで行けるやろ。いけない、あげた。よし。いいぞ。馬との絆が深まった。いいね。どんどん深まってるね、絆が。壮絶ね、もはや馬の領域を超えてるんじゃないかしら。本当だよ。もう超えちゃってるよ。で、結構前の段階から超えてるよね。サーフィンとかしてるあたりから。これでどうだ？やるじゃねえか。だから勘違いするなよ。これができたところでレースで勝てるかなって関係ないんだからな。本当だよ。じゃあなんでやらしたんだよ。分かってるさ、そんなこと。分かってるなら従って。従ってんじゃねえよ。いやもう本当だよ。あらやだ。イケメンね、二人とも。お前との決着はレースで決めてやるよ。望むところだ。あの時の借りはそこで返してやる。あ、なんかこう過去編とかに突入すんのかな。いいじゃない。何あの時って。すげえ私置いてけぼりなんですけど。そうだよね。もともと疲れてさ、仕事で疲れた OL が癒されに牧場に行くようなそういう話だったのに、いつの間にかライバル、まで登場してもようわからんな。あ、終わっちゃった。という感じで、今回はここまでかな。ついに運命の最終レースの日が訪れた。期待と不安を抱きつつ競馬場に向かった一行だったが、
担当ジョッキーが倒れてしまうアクシデントに見舞われる。え、おじさんじゃないか、何やったっけあのジョッキー。英国紳士のね、ジョッキーいたよね。レースの出場が絶望的になり、夢破れて落胆するユーマ。その時、ゴリコが覚悟を決めた。え、乗るんすか？もしかして。次回、栄光のステークス。ステークスってなんだろう。でもすげえ楽しみ。覚悟を決めて何をしちゃうのかな、ゴリコ。楽しみね。ちょっともう、鼻水がやばい。ちょっと鼻かんで次回はやろうと思います。行きますじゃない。じゃあね。ということで今日はここまで。みんなバイバーイ。